島根県で感染が確認されたのは37人。保健所管内別では、浜田14人、松江13人、出雲6人、増田4人となっています。累計は17,350人です。感染者数の推移です。前の日より10人減り、先週の木曜よりも31人減っています。こうした中、島根県では、 人数それから時間の,この制限について今晩解除することといたします丸山達也知事はきょう記者会見を開き飲食店を利用する際の人数と時間の制限を解除すると発表しました島根県はこれまで飲食店の利用人数は16人以下利用時間は3時間以内の制限を設けていましたが 直近1週間の人口10万人当たりの新規陽性者数は6月8日確認分で46人で感染状況は落ち着いているとして制限解除に踏み切りました飲食店での制限が解除されるのはおよそ5か月ぶりのことです一方鳥取県で新たに感染が確認されたのは35人保健所別では 鳥取市二十八人、与那国六人、倉吉一人となっています。累計は一万五千五百四十七人です。感染者数の推移です。前の日より三人増えていますが、先週の木曜に比べると十七人減っています。